はははい、いこんににちはレトスののですすままずじめにご連絡をさせていただきます来年の合格を目指す個別指導の最安値価格が本日で終了となってしまいます明日になると値上げとなってしまいますのでご注意くださいそして今年の本試験の自己採点で合格かもしれなくて時効を悩まれている方この方についてはなかなかこの合格発表前にお申し込みをするっていうこと難しいかもしれませんので 合格発表後2日間だけですね最安値価格でご提供させていただく機会を作りますので、まあ、その方は合格発表後にお申し込みいただければ大丈夫ですでもし個別指導受講していただければ来年あなたに合格していただく自信ありますので去年のこの時期から受講された方っていうのは今年の本試験でも40点41点42点あたりを取っていただいております 来年はあなたにこの点数を取っていただきたいと思っております。そして合格発表の時に一緒に喜びましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらからぜひお申し込みください。それでは本日の3問に入っていきます。非補佐人の問題ですね。売り主 A が非補佐人であり、補佐人の同意を得ずに B との間で非補佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、 え、当該売買契約は無効となる、丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え、答えは、ツです。え、問題文の状況はこんな感じですね。非補佐人がいて、補佐人がいますよと。で、補佐人の同意を得ずに、B との間で土地の売買契約を結んだ。 補さ人の同意を得ずに、えー、非補さ人、売り主 A が B と土地の売買契約を結んじゃったよっていう状況なんですね。で、非補さ人が単独で行えない行為。今回で言う、この土地の売買契約っていうのは、補さ人の同意が必要なんですね。非補さ人単独では行えません。にもかかわらず、非補さ人が単独で売買契約しちゃったよと言った場合、無効にはならないんですね。有効です。しかし、後で取り消しができますよ。 っていう風なルールになっています。まあ、これはよくある引っ掛けなんでえ、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、非補佐人ってどんな方かっていうと、まあ、少しですね、えー、認知症が入っている方だったりとか、精神障害がある方です。まあ、物事の判断がちゃんとできないっていうイメージですね。あの、症状の重さによって、青年非後見人、非補佐人、非補助人とこう3段階あるんですけども、まあ、非補佐人は真ん中あたりですね。一番症状が重い方、 が、青年、非貢献人で、一番症状軽い方が、非補助人です。で、まあ、非補佐人は、まあ、真ん中あたりと、まあ、いったイメージですね。で、一緒に覚えていただきたいのが、この、売買契約を取り消すことができる、契約を取り消すことができるのは誰かという話なんですよ。今回の場合で言うと、非補佐人、及び補佐人なんですね。どちらも取り消しできます。なんで、この点も合わせて覚えておきましょう。で、これはもう基本的なレベルですね。 さらに効率的に実力を上げるために、取り消しと無効の違い、これも再度確認しておきましょう。個別指導の受講者さんは合格テキストの14ページに表がございます。そちらをご確認ください。他の分野も一緒に勉強するからこそ頭が整理できてきます。なんでぜひですね、分野をまたいで関連事項を頭に入れていきましょう。 で、問い2に入る前に、まだえチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問い2に入ります。飼い主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売り主に対して、国土交通大臣が定める書式の書面を持って、その意思表示を行わなければならない。丸かツかという問題ですね。答えはツです。 クーリングオフにおける契約解除は書面で行わないといけません。その際の書面について書式は定まっていません。したがって今回の問題文、国土交通大臣が定める書式、これが誤りです。書式は定まっていませんので、まあ、とりあえず書面でクーリングオフによる解除をしますよっていう意思表示をすれば、それで撤回することはできます。で、申し込みの撤回なんですけれども、これは書面を発したとき、つまり、 発送した時ですね。書面を発送した時に効力が生じますんで、この点も注意してください。これは以前の動画でもお伝えした内容です。注意してほしいのは、到着した時に効力が生じるわけではないということですね。この点をちゃんと頭に入れておきましょう。で、続いて問い算に入りますえ。準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築のように供する目的で行われる4000平米の開発行為を行う場合、開発許可が必要である、丸かツかという問題ですね。 答えは、丸です。開発許可必要です。準都市計画区域内においては、原則3000平米以上の開発行為は開発許可が必要なんですね。でそして、医療施設。まあ、今回病院なんですけども、病院っていうのは開発許可不要の例外じゃないんですよ。従って原則通り開発許可が必要となります。そして、えー、もう毎回言ってるんですけども、開発許可の要否については、もう解き方。 答えの導き方をマスターすれば、もう常に正解できるんですね。なので、引っ掛け問題も怖くなくなります。でもし、開発許可の用否で間違ったり引っ掛か,かったりする方については、ぜひですね、え個別指導をご検討ください。え個別指導では、その答えの導き方まで解説をしております。でえ、今日までが個別指導の最安値価格となります。明日になりますと値上げになります。え厳密に言うと、今日の12時ですね、夜中の12時までが最安値価格となります。 で毎年、ですね試験が終わった後、まあと、この時期ですねに受講された方っていうのが、試験の半年前から受講された方よりも、やっぱ合格率高いんですよ。まあ、早くから受講して、早くから理解学習をしているので、やっぱ合格率が高いんですね。なのでぜひです、ねえー、絶対来年、合格したいという方は、最安値の今から受講していただくことをお勧めいたします。 分割払いの分割回数も増やしておりますので、支払いやすい内容となっております。個別指導の詳細は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。お申し込みもそちらからできますので、よろしくお願いいたします。一緒に勉強して来年絶対合格しましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。